何が国家の安全を守るだ。危なかった。なかなかのチームワークだ。ああ、だが運に助けられた。準備を整えたら行くぞ。どこかに出口があるはずだ。これは。よし、行き止まりでないといいが。ソングバードはトンネルを抜けてクレス通りに出ろって。彼女から連絡は？音沙汰なしだ。そうか、まずいな。なあ、そう。ハッチがあるな。ジャンプすればいけるか？ちょっと待て、やはり何かがおかしい。どうしたんだ？嫌な予感がする。もう一度ソミに連絡しろ。今立ち止まるのはまずい。居場所がバレたら袋のネズミだ。だからこそソミのガイドが必要なんだ。いいから呼びかけろ。分かった、やってみる。ソングバード、一体どうしたんだ？もしもし、ソングバード。応答なしか。どうやら俺で我慢するしかないみたいだな。おかえり、ジョニー。おいおい、そう嫌がるなよ。俺が必要になるかもしれないだろ。どうだ、連絡はついたか？ダメだ、反応なし。くそ、さっきはソミに何があったんだ？ただごとじゃなかった。キメラのアイスの防衛機能が働いてデーモンの攻撃を受けたのかもな。かも。ソングバードはそこらのランナーとは違う。それはあんたもよく知ってるはずだ。ああ、その通り。だがあの状況なら正直何が起きてもおかしくない。ネットランニングに焼かれる危険はつきものだ。まさか、ありえない。ソミは最近調子が悪いようだった。ちょっとしたスランプだ。とにかくソミに指示された場所を目指すぞ。きっと彼女もそこに向かっているはずだ。あまり期待しない方がいいと思うぜ。死人が歩けるなら話は別だが。なぜそう思う？あいつと同じ脳をルームシェアしてたんだぜ。まるで水中にいるみたいだった。ずっと深いところにな。水面に上がろうとしても吸い込まれるような音に引き戻される。そしてあいつがキメラの制御を失うと周囲の水が煮えたぎるタールに変わったんだ。大変な目に遭ったみたいだな。まったくだ。ま、ただのオーバーロードかもしれないが、ランナーなら珍しい話でもね。 B、 移動できるか？南西に向かっているな。一周させられてる。ソミは潜伏できるハイビルがあると言ってた。中に熱反応はなし、安全のはずだそうだ。ソミが正しいことを祈ろう。どかせそうか？二人がかりなら。よし、押せ。別れ道か。ふん、想定外だな。どうする？どっちが正解だ？
こっちにしよう。いいだろう。 B、 あそこ右だ。見えるか？地上に出るぞ。ようやくか。この悪臭はしばらく取れないな。整備用トンネル、ここを通ってみるか。ここまでは順調だな。だが急いだ方がいい。エリザベス・クレス通りか。石頭ベティ、クレスのあだ名だ。再選回数は9回。大統領席に尻を溶接でもしてたんだろう。よりによってナイトシティの通りの名になるとは。もしかして嫉妬してるのか。まさか。何に役んだ。なんだ、負傷したのか。ああ、気にしないでくれ。私はな、嘘を嗅ぎ分けるのが得意なんだ。脳にアラサカの生体チップが入ってるんだ。そのせいで死にかけてる。だがソミは俺の命を救えるらしい。待て、それはレリックのことか。その通りだ。サブローの不死伝説が覆ったあの日、何者かによってアラサカから盗まれた極秘テック。正解。それを介して接触したわけか。だからソミは貴様を選び、貴様は協力することにした。よく話してくれた。どうやら我々は運命共同体のようだな、 V。 油断は禁物だ。ああ、今夜の教訓だな。不測の事態に備えておこう。着いた。8階だ。奇襲にはうってつけだな。誰もいないといいんだが。ここだな。援護する。3で突入だ。1、2。真っ暗だな。どこだソミ。ソミはまだ来てないみたいだな。ああ、とりあえず待つしかない。とはいえ暗闇の中はごめんだ。まずは電気を何とかしよう。ラジオも聞きたいところだ。もうプロパガンダが恋しくなったか。外の状況を知っておきたい。その前にいい加減服を着替えるか。見ろよ B、 見事な前衛芸術だ。
これは自家製発電機か。蹴っ飛ばしたら動くかもな。ふん。古いソートンのエンジンだ。かなりオンボロだがな、燃料も少し残ってる。劣化してなければ動くかも。でも動力源がないと起動できない。その前に話がしたい。ひとまず逃げ切ったはいいが、どうも嫌な予感がする。お前はどうだ？嫌な予感ね。毎回そう言ってないか。ソングバード、S級ランナー、奇跡の治療を約束した後、消息を絶つ。マイヤーズ、うさんくさい政治家、ワシントンの身内に裏切られた。黒幕もその目的も一切分かっちゃいない。おまけにカート・ハンセンと地対空ミサイル、てんこ盛りだな。どうも股間がムズムズしやがる。隠し事をされてる時の症状だ。まだ何か見えていない問題があることは確かだ。ピースを一つずつはめていけばいずれ見えてくる。ふん、レストインピースにならないといいが。とにかく今は電気を何とかするんだな。どうだ？起動してみろよ。さあ、一か八か。よし、動いた。いいものを見つけた。一杯どうだ？冷蔵庫にまだある。遠慮するな。ご苦労だった。酒なんて飲んでる場合か。今日は墜落事故と命をかけた鬼ごっこ、殺人ロボットの猛攻を生き延びた。ああ、飲んでる場合だ。ゴミが歩いてるようにしか見えない。強に言ってはと言うだろう。一杯やろう。次の選挙はあんたに投票する。有権者じゃないだろう。ソングバードからのウェルカムギフトか。そうだといいんだがな。ナイトシティのニュースに戻ります。墜落した旅客機について様々な噂が飛び交っており、新合衆国関係者によると同機にはロザリンド・マイヤーズ大統領が搭乗していた模様です。市の代表者らは依然として沈黙を守っていますが、一方でとある人物が事件に関するコメントを発表しています。ドッグタウンのリーダーを自称するカート・ハンセン氏です。彼は今日記者会見を開き、墜落事件について次のように語りました。私はスケープゴートにされているんだ。新合衆国は長年私の首を狙い続けている。私は決して成人ではないが、自殺願望があるわけでもない。大統領の暗殺を企てるなどバカバカしい。とはいえこれは決して笑い事ではない。これを聞いている者たちも裏に隠された真実について考える必要がある。新合衆国はドクタウンに軍隊を送り込む口実を探り続けていた。そこに来てこれだ。そして連中がドクタウンを制圧して満足すると思うか。
いいや、次の標的はナイトシティだ。いいか、新たな戦争。賢いやつだ。そしてよく口が回る。メディアを通じて戦争が始まると煽り、責任を新合衆国になすりつけるってわけか。進路が増える一方だな。戦争を望む者からすれば、私の死はこれ以上ない開戦自由になる。なおのこと身を潜めているべきだ。ソングバードにワシントン、ハンセン、不安要素が多すぎる。ああ、問題は山積みだ。聞いたか？足音だ。ソングバード。かもな。だが油断するな。今日はついてるぞ。ペントハウスで一泊だ。でもなんで電気が？何かおかしいと思わないか？ビビりすぎなんだよ。ハンセンの投下物資が欲しいならここで見張るしかねえだろ。B、リスクは排除するしかない。ほら、あたりを見て回ろうぜ。最高だぜ。どさっとすんな、行くぞ。注意を怠るな。相手が誰だろうとこうするほかなかった。これで心配が二つ減った。必要なことをやったまでだ。ああ、その通りだな。遺体を放置するわけにもいかない。廊下にダストシュートがあった。ひとまずこれでいいだろう。貴様はどうか知らんが、さすがに疲れた。明日に備えて体を休めておこう。さっきみたいなのがまた来たらどうするんだ。ダストシュートがあるだろう。本気か？これ以上のサプライズはごめんだな。ソミから連絡は？何もない。完全に消息を絶つなど初めてだ。さすがに心配だな。ソングバードが現れなかったらどうするんだ？今はとにかく待つしかないだろう。もしこのままソミが現れなかったら、その時はもう一つの選択肢に頼るしかない。明日はまた話そう。今は休んだ方がいい。夢みたいだな、何もかもが。え？本来なら今は水一杯と睡眠薬二錠を用意し、報告を読んでいる頃だ。つまらなそうに聞こえるが。おやすみ、B。ダメだな。ソミは来ないだろう。ハンセンの猟犬たちに捕まったのかもしれない。かもな。それが一番心配だ。ソミを探すぞ。敵地に置き去りにするわけにはいかない。どこかで聞いたようなセリフだ。何があったにせよ必ず助ける。プラン B はあるのか？必要なのはプランではなく、とある男。ソロモン・リードだ。7年前、ナイトシティで我が国の諜報作戦を指揮していた。ソミの直属の上官だ。戦後は冬眠している。この町のどこかにいるはずだ。リードは忠義を体現する男。
金で動くこともない。この状況でも奴だけは信用できる。スリーパーエージェントってことか。詳しく聞かせてくれ。国家機密かもしれないが。国家機密の中でも最高レベルだ。仮に他国の領地で自国の利益を確保したいとしよう。外交が失敗すれば異なる手段が必要になる。軍事クーデターとか。それも一つ。リードはそれとは別のより確かな手段だ。切り札を持ってるならもっと早く切ればよかっただろう。スリーパーの潜伏を解くのはそう簡単じゃない。犬笛がいるな。はい。犬扱いしたことは奴に言うなよ。要はリードだけに分かる合図が必要だ。ふん。近くのキャプテンカリエンテからのみアクセスできる秘密の通信チャンネルがある。戦前に FIA が使っていた。アクセスコードは確か0931。 V、 嫌な予感がする。アナログの固定回線。墜落の衝撃でタイムスリップでもしたか。機密情報のやり取りには傍受の危険性が最も低い手段を使う必要がある。店には今も回線があるはずだ。オーナーがレトロ好きとか。好きなのは連邦の金だ。まだ生きてると思うが。いいか、コードは0931だ。わかった、行ってみる。隠密を心がけ騒動は避けろ。わかっているな。で、アクセスした後は。リードを説得してもらう。これを見せろ。味方である証だ。 FIA のデータベースには貴様のファイルが作成される。俺は特殊エージェントになったってことか。ああ、形だけでも宣誓をしておくか。秘密の回線に大統領のコイン。お次は何だ。スクリームシートに隠された暗号か。コインは安全のためだ。私の使いだと証明できなければその場で殺される。いや、そういうのはやめとこう。何か問題が。その責任を負うつもりがないのに誓いを立てるのはちょっとな。なるほど、突然のことだし無理もない。幸運を祈る、ビー。連中に捕まるんじゃないぞ。先生を断って正解だぜ。権力の犬にならずに済んだ。はいはい。命を懸けるべき大義もある。でもな、Bこいつはちげえ。体制も荒さかも新合衆国もクソくらい。あのな、思春期の反抗期と一緒にするんじゃねえよ。俺もかつてはコーポの兵隊だったんだ。何の迷いもなく軍服に袖を通した。連中は誓わせるのが大好きだ。何かあるたびに復讐復讐だが、今は何を誓ったかまるで覚えちゃいねえ。今この話をしなくても。お前は大したもんさ。あの頃の俺よりよっぽど分別がある。おい、あの煙、ドッグタウンの強行でも決まったか。今度はスペースフォース2が落ちたとか。興味は惹かれるが、まずは大事な電話をかけないとな。あの B がドッグタウンに来るとはな。嬉しいニュースだ。最高の傭兵とまた一緒に仕事ができる。え？あんたとは一回しか仕事をしてないだろう。ああ、ハイチ人、ネットランナー、アニマルズを巻き込んだ大冒険だった。私がいなければブードゥーボーイズと接触することはできなかっただろう。ドッグタウンでもきっと力になれるはずだ。もしかしてようやく直接会えるのか。今はイエスともノーとも言えないが、その代わりに仕事を授けよう。ありがたく受け取りたまえ。最後に一つ、
お前がどうやってドッグタウンに入ったのかは定かではないが、お前のことだ。正規のルートを通らなかったことは推測できる。そこで今後のためにお前の名前と特徴を管理システムに登録しておいた。これで問題なく正面玄関から出入りできるはずだ。ではまた話そう。地元が一番。買い物ならロナルドの店をごひいきに。企業なんてクソくらい。地元が一番。買い物ならロナルドの店をごひいきに。キャプテン・カリエンテ、店主は店と心中しちまったか。これじゃまるで物置だな。さて何があるかな。品というかちゃんと動くんだろうな。よし。さて、俺はチーズバーガーでも食ってるか。ったく、誰かいないのか。もしもし？やっぱ壊れてるんじゃ。番号が違うんじゃねえか？一体どうすればいいんだ。誰だ？重要なのは、俺が誰の使いであるかだ。あまりおしゃべり好きなタイプではなさそうだったな。メールの方がよっぽど手っ取り早く済んだ。盗みたてのチップが今ならお買い得。なりそうだ。シルバーハンドのバスケファンだったか。初耳だな。とぼけてんじゃねえよ。無事だったのか。別のゲームのことだ。むしろ前の頭がボールの代わりさ。窓がもう一つ欲しかったからちょうどよかったとか言って。同感だな。どうも雲行きが怪しい。太陽が出ちゃいるが、とんでもねえ嵐の予感がする。相手は熟練のプロだ。それに比べてお前はコートに出たばかりの新人。連中は訓練された強靭だ。味方のふりをしながら背中を刺してくる。コートに出るのはいいが、無様に負けるのはよせよ。
ラミアーズを信用してないってはっきり言えばいいだろう。あのタイプはよく知ってる。政治家のことか。ちげえよ、軍人さ。高官にノーというのは銃口を口に加えるのと同じことだ。さらに逃げようとするや惨劇が待ってる。脱走兵からの忠告だ。ジョニー・シルバーハンド、巨大企業。始まったよ。偽善を許さない男、そのジョニーが軍から逃げ出した。そんなバカな。入隊したマヌケの名はロバート・ジョン・リンダーだ。手軽に金と名誉が手に入ると勘違いしてたのさ。リンダーは死んだ。前線から這い戻った時には全くの別人になってた。ジョニー、その俺は別に。いいさ、所詮昔の話だ。血と泥にまみれて学んだことが一つだけある。なんだ。飴をもらったら無知を警戒しなきゃならねえ。わかりやすく話してやろう。軍に入ると銃と防弾ベスト、そしていくつもの約束が与えられる。やがて弾が底をつき、防弾ベストがボロボロになった時、約束はどうなってると思う？なかったことになってる。そうだ。そこで奴らは価値観という無知に手を伸ばす。防空壕で砲撃を受け、チューマが白輪のシャワーを浴びる中、高官どもは忠誠だの使命だのとわめくんだ。雨が効かなくなった途端、価値観の無知を振るうのさ。それが俺の脱走の合図だった。忘れてないか、俺は先生をしなかった。それで正解だ。連中のために働くだけでも最悪だが、深入りしないようにするから大丈夫だ。約束だぞ。振り返るな、ことを見ている。手に何を持っている？コインをもらった。この意味がわかるか？だが念には念をだ。神経質な野郎だぜ。誰の使いだ？ロザリンドは知り合いはいない。お前にも。スパイごっこの始まりだ。彼女は無事か？ここに来てかなり時間が経ってるからな。いいぞ、アーリオフェンスだ。そもそも確認したの？つけられるほど間抜けでも素人でもない。素人にしか見えんが、まあいいだろう、十分だ。路上黒のメリマックの助手席、3分後に来る。念のため別々に立ち去った方がいい。お先にどうぞ。まるで不倫の現場だな、リード。やろう、いつの間に。仲良くやれそうだな。ああ、車にキャンディーを用意してくれてるんじゃねえか。楽しみだな。ちょっといい足をインストールすればスリーポイントラインからでも簡単にダンクできる。いい加減ルール変更が必要じゃない？さてと、先ほどはすまなかったな。リスクは犯せなかった。たとえ相手が味方であっても、マロリアンの銃口を突きつけておくのが賢明な時もある。
仕方なくだ。悪く思うな。大丈夫だ。別に気にしてない。警戒して当然さ。俺でも同じことをしてた。本当か？お前はこの業界のものではないよ。新人なのさ。昨日入ったばっかりだ。最初が一番大変だぞと言いたいところだが、嘘をつくのもな。 FIA のデータを調べた。なかなか面白い経歴だ。フリーランスの傭兵、ナイトシティ、ヘイウッド出身。さらに興味深いことに、昨晩付けで FIA エージェントになっている。しかし、お前がこの件に関わるようになった経緯は見当もつかない。俺はソングバードに雇われたんだ。ソミ、どうかしたか？かつての同僚だ。死んだと思っていたが、彼女は何かとトラブルを引き寄せる。さて、では早速お姫様を助けに行くぞ。どこにいるんだ？先に言っとくが、答えは気に入らないと思うぞ。どこなんだ？クレス通りのハイビル、8階だ。確かに気に入らんな。ドッグタウンに置き去りにしたのか？なら一緒に連れ回した方が良かったか。その方がまだマシだ。あの場所は安全そうだった。安全だと？ドッグタウンのハイビルがか？耳を疑うな。少し電話に出る。今日はオフですよ。店長はあなたでしょ。私ではなく、ボブに聞いてみたらどうですか？知りませんね。とにかく私は行けないのだ。仕事の電話だ。クラブでバウンサーをやっててな。店長からだった。表向きの仕事ってことか？いや、食っていくための仕事だ。スリーパーエージェントは政府から給与を受け取れない。秘密裏にもだ。こんな休日になるとは思いもしなかった。大統領の救出だなんて、対策アクション BD みたいだ。ああ、そうだな。愛煙家は変わらずか？今朝バルコニーで吸ってたか。それが何だ？彼女は事態が手に負えなくなるとタバコに手が伸びる。早く助けないと。行くぞ。なのになんで誰も何もしねえんだ。それどころかビビってあいつの名前すら口にしねえとは。なんでって本気で言ってる？逆らったらどうなるか少しは想像したらどうなの。正直この様子では不安だな。彼女は自分で自分の身を守れる。昨晩も予期せぬ客が来てダストシュートに案内した。無礼な客だったんだろうな。誰かが力ずくで彼女を連れ去ろうとしていたら抵抗の形跡が残っているはず。そういうお方だからな。お前が行け。開けろ、俺だ。ずいぶんな挨拶だな。ああ、失礼しました。ご無事ですか？
私は平気だ。お前も無事でよかった。私の番号を覚えていたとは。忘れられるはずがない。あの回線は二度と使わないはずだったのでは。自分の首に賞金がかけられたのもあるが、何より急行を温めるにはうってつけのタイミングかと思ってな。残念ですが、それはまたの機会にさせてください。 DC へのキロ手配が先決です。いや、まずは話し合おう。リード、三人でだ。こっちだ。一国の大統領、しがない傭兵に特殊エージェントか。俺を抜きにしてもとんだデタラメ集団だ。ニュースは見たな。ええ、ハンセンのデタラメも相変わらずです。これは奴一人の仕業ではない。こちら側に協力者がいる。政府の誰かが戦争を起こそうとしてる。人によっては戦争はまだ終わっていない。シャトルが墜落した時、私は一人ではなかった。ソミのことですね。今どこに？彼女と最後に話したのは B だ。戦闘用ボットをハックした際にアイスに捕まった可能性が高い。どんなに優秀でもミスを犯すことはある。あくまでも推測だがな。ああ、だが証拠がない以上何とも言えない。リード、これは新合衆国の安全に関わる問題だ。何よりソミはお前の教え子だろう。お前が彼女をヘッドハントした。そしてソミと B の間には特殊なつながりがある。それが今ある唯一の手がかりだ。いいか、お前たちで協力して彼女を探せ。大義のために一度死んだ私にまだやれと。死んだってどういうことだ。俺について何を聞いてる。戦争中は諜報作戦を指揮、戦後はスリーパーになった。俺が荒坂に殺されかけたことは聞いてないんだな。銃弾を3発受けて生死をさまよい、自分で用を足せるようになるまで半年かかったことは。言いそびれただけとかかもな。だがこれが真実だ。つまりあんたは一度リードを見捨てたにもかかわらず、また必要になったから協力しろって言ってるってことか。大統領、それじゃ筋が通らないだろう。そうだな。リード、この7年間すまなかった。頼む、もう一度力になってくれないか。協力しましょう。ソミと、バカに聞こえるかもしれませんが、祖国のために。そして B、 車でソングバードに雇われたと言っていたな。どれほどの報酬を約束されたのか知らないが、よく考えた方がいい。俺の命はソミにかかってる。荒坂のレリックが頭の中に入っててな、脳をゆっくり蝕まれているんだ。俺もお前も大変だな、 B。 協力し合うしかなさそうだ。改めてよろしく、リード。ソミを探し出すには足を使ってもらう必要がある。つまり偵察活動だ。徹底的にやれ。情報提供者を見つけろ。見返りのためなら協力を惜しまないような奴らをな。まずは信用を勝ち取る。分かった。説得力には自信があるんだ。熱意は結構だが、
騒ぎを起こすなよ、ニーナ。俺は早速大統領のキロ手配を進めよう。また連絡する。 B、 いろいろとお世話になったな。いつかディナーでもおごってくれ。いつもそうやって大統領をデートに誘っているのか。何度かな。分かった、約束しよう。それまで生きてないとな。では頼んだぞ。配管ちょっと見てみるか。壊れてはないようだな。パイプに水は流れてないが、どこに繋がってるんだろう。先ほどこっちに戻ってきた。状況はどうだ。例の荷物はどうだ。滞りなく運べたか。輸送完了だ。回路の後に空路、民間の手段でな。損傷もなく無事に届けることができた。そちらに進展は。そうだな、大した変化はない。そろそろ動くぞ。我々の友人を見つけるんだ。人も増やすべきだろう。心当たりがある。ドッグタウンに潜伏している元チームメンバー、アレックスだ。了解。彼女の居場所は。日没後、ロングシュワスタックスのザ・モスというバーに行け。分かった。尾行には十分気をつけろよ。